サード・ザグルール、サード・ザグルールは、エジプトの政治家である。1924年1月26日から11月24日までの間、エジプト王国の首相を務めた。サード・ザグルール・パシャ、イブン・イブラーヒームとも呼ばれる。ナイルデルタで生まれたサード・ザグルールは、バフド島を率いて、エジプトの独立闘争を支持した。エジプトを保護国化していたイギリスは、ザグルールを逮捕することで、 ワフド島の勢力を弱めようとしたが、イギリスの意向に反して、エジプトでは革命が勃発した。1919年3月9日、革命がカイロで勃発すると、独立を求める動きはエジプト中に広がった。ザグルールは他の指導者3人と共にマルタに流され、3週間の間で800人以上のエジプト人が殺されたが、暴動は収まることはなく、 イギリスは4月7日にザグルールを解放した。4月11日にはワフド島の代表団はパリ講和会議に出席したがアメリカ合衆国がイギリスの政策を支持したことで失望することとなった。イギリスのザグルールに対する監視は継続され、1921年には再び逮捕されセイシェルに流された。しかしこの時には エジプトにおける独立運動の流れは止めることができず、1922年にはエジプトは独立を獲得することに成功した。その過程の中でワフド党は地主層や当時の民族資本家層の支持を獲得していった。ザグルールはエジプト独立の英雄の立場を獲得していったが、党内政治はほぼ独裁状態であり、党内での議論がほとんど行われなかったようである。そのため、 ザグルールと意見をことにする政治エリートが立憲自由党の結成に動いた。首相経験者のアブドゥルハーリクサルアとアドリーエカン、気鋭の法律家、アブドゥルアジーズ・ファフミー、イスマーイール・シドキー、ムハンマド・フサイン・ヘイカルなどである。さらに、ワフドとは1923年憲法の用語に動いていたが、ザグルール自身は憲法制定に反対していた。また、 憲法制定によって、権力分散と自らの権限が縮小されることを、フワード一世も嫌っていた。したがって、フワード一世とザグルールは、密月状態となったが、この密月状態は、1924年に破綻する。1924年1月12日、エジプトでは、総選挙が実施され、ワフド島は、圧倒的勝利を収めた。2週間後、 ザグルールによる最初のワフド島政権が成立した。ザグルールはイギリスに対しエジプトの即時完全独立を主張すると同時に顧問制の廃止やイギリス軍の完全撤退を要求した。しかしザグルールの政権は1924年11月19日にエジプト軍総司令官件数団総督であるリースタックが暗殺された。イギリスは ザグルールがそのまま内閣を運営していくことに難色を示した。その結果、ザグルールは11月24日に首相を辞職し、すべての公職も辞職した。ありがとうございます。